大丈夫ですか、副会長。ありがとうございます。問題ありません。副会長、私のジャージ貸してあげようか。ジャージ、いや、気持ちだけで十分だ。本当？では私は定例の仕事がありますので失礼させていただきます。 DTO どこかで見たぞ。マジかよ。シンゴが見たとするとあそこしか。そうだ、監視室だよ。この前監視室に呼び出された時にパソコンのメール画面に出てた。なるほど、あれだけ練られた計画だ。きっと計画書のデータがあるんだよ。監視室のパソコンからそのデータをゲットできれば俺たちが裏生徒会にはめられた証拠として理事長に見せられるの。そうだ、俺たちの退学を取り消せるぞ。でも紙の計画書を処分してるんならメールだって消してるんじゃ。確かに、データだけ取っておくなんて間抜けな真似はしねえよな。そんなに甘くはないか。あいや、またれい皆の衆、お忘れてはござらぬか、小生がパソコンに精通しているということ。パソコンに精通っていうよりパソコン室で便通が良くなったんだろう。その話はどうでもいいでござる。小生が言いたいのは消されたメールでも復元できるということでござる。その話マジか。復元ソフトさえダウンロードできれば簡単なことでござる。とはいうものの、監視室にどうやって侵入すればいいのか、我々に残された時間もないでござる。あと2週間しかないもんね。時間がないから諦める？逆だろ。時間がないんだったら迷ってる暇はないってことさ。 DTO の計画データを入手して俺たちの無実を証明しよう。なるほど、そういう考え方もあるでござるな。まあダメ元だ、俺もやるぜ。やらないよりはやった方がいいよね。奇跡は自分たちで起こすもんだしな。2週間後、理事長が退学書類にハンコを押すまでに DTO のデータを奪取する。俺たちの学園生活を取り戻すため、そしてヌレティコンテストのため。夕食だ。テンコ1、2、3、4、5。よし、食事を取れ。はい。副会長殿、ハンケチーフを落としたでござるよ。ああ、これか。乳首を見てあんなにボコボコにされた。俺は一体どうなってしまうんだ。このことはみんなに言えない。この頃っていうか、こんなになってんだ。こんなになってんだ。あ、どうしよう。つまり俺は絶対に退学しない。言ったでござるな。先ほどの掛け声が途中で終わってしまったので、もう一度やるでござる。清瀬の温度を取ってくだされ。何が何でもデータを奪取するぞ。俺たちの学園生活を取り戻すため、そしてヌレティコンテストのために。あんなになってるんだ。なんだか思いがまとまっていないような気がしたでござる。ヌレティよりももっと卑猥な。え、みんなも。いやいやいや、気のせいだって。思いは一つだって。
データを入手するって言っても、この部屋や独房にいる時には外から鍵がかかっていて監視室には近づけないでござる。仮に監視室に近づけたとしても中に副会長がいる時は侵入できないでござる。廊下に出られるのは掃除の時と昼休みと刑務作業でプリズンの外に出る時、あとは夕方のシャワーの時だな。どっちにしろ時間が短すぎるし、副会長がすぐそばにいるよね。今日から刑務作業はなしだ。放課後はプリズン内でおとなしく自習でもしていろ。バリケードの外にはもう出られないってわけか。昼食後の自由時間は外に出されて中に入れないしね。刑務作業に出られたらノコギリを持ち込めたかもしれないのに。いや、その太さの鉄格子を切断するのは無理だろう。どこかに隙はないものか。隙か。俺らが廊下に出てるときは副会長が監視しているか、もしくは監視室で待機している。監視室にいるときって副会長は何してんだ？うまいもん食ったり筋トレしてるかな。副会長がプリズン内にいないときは事業中か就寝中だけど、いずれにせよその時俺たちは檻の中だ。はあ、隙なんかどこにもねえな。たった今職員会議が終わった。満場一致で貴様ら全員の退学が決定だ。これであとは理事長の判子を待つだけだな。報告は以上だ。やっぱりダメか。分かっちゃいたけどな。チクシュー、時間ばっかりなくなってくぜ。監視室に入るきっかけすら思いつかない、こうなったら副会長から扉の鍵を奪うしかないでござるな。力づく？それは無理だろ。副会長に勝てる奴なんてこの中にいるのかよ。5人全員で飛びかかってもうまくいく保証はないもんな。リスクが高すぎるぜ。副会長の強さが尋常でないことは我々が身をもって体験してきたでござる。じゃあどうするんだよ。その副会長の強さを逆に利用するのでござるよ。アンドレウィーン、おお、4連勝でござる。アンドレ強すぎるだろ。もうすぐ退学だというのにのんきなやつらだ。アンドレ殿が優勝でござる。アンドレが学園最強だな。いや、学園最強は言い過ぎじゃないか。アンドレ以上に強いやつなんていないだろう。いるだろう、副会長だよ。確かに副会長殿は強そうでござるな。いやいや、いくら強いって言っても上司だぜ。アンドレにはかなわないだろ。それもそうか。引き捨てならんだ。この私がそこの豚野郎に負けるだと？いや、僕は言ってないです。勝てるんですか、アンドレに？この私に勝てるかだと？来い、アンドレ。アンドレ殿の前に小生がお相手いたしましょう。笑わせるな、クソメガネ。貴様が私の相手になるとでも思っているでござる。副会長殿の強さは重々承知でござるが、小生とで日々の刑務作業で鍛えられているでござる。アンドレ殿に挑戦する前にこの小生を倒してみてくだされ。ほう、少しは体ができているようだな。いいだろう、ウォーミングアップ代わりだ。来い、クソメガネ。ここまでは完璧な流れでござる。副会長の強さを利用するってどういうことだよ。副会長は己の腕っぷしにかなりの自信を持っているでござる。おお、監視室で筋トレやってるって話か。そう、そこで副会長を我々との腕相撲対決に引き込むのでござる。孫子曰く、およそ戦いは生をもって合し気をもって勝つでござるよ。孫子って生え際を置き去りに通信業界を前進するあの？その人しかいないだろ。だな。もう少し分かりやすく言ってくれよ。腕相撲中に副会長の制服から鍵を盗み取り、小生以下4名が対戦している間に盗んだ鍵で監視室に侵入、パソコンからデータをゲットするという寸法でござる。なるほど、正面からぶつかっておいて実は裏側で目標を達成しに行くってわけか。古の兵法家孫子の戦術でござる。通信の人ではないでござるよ。おお。で、具体的にどうやって鍵を抜き取るんだ？それは簡単でござるよ。腕相撲の前に副会長から上着を預かるという体で鍵を抜き取るのでござる。清殿、何をしているでござる。ああ、悪い悪い。副会長様、お上着お預かりいたします。このままで問題ない。え、
いや、しかし脱いだ方がやりやすいかと。そうでござるよ。必要ない、さっさと始めるぞ。このクソ漏らしメガネ。脱ぎが簡単でござる。ただ失敗じゃねえか。上着から抜き取るのはダメか。それではレディーゴー。ウォーミングアップにもならんな。さっさと下がれ。無理。さあアンドレ来い。ちょっと待ってください。僕ともやらせてくださいよ副会長。ガクトよりは骨がありますよ僕は。いいだろう、相手してやる。お二方用意は整ったでござるか。では始め。クソメガネよりはマシだな。ほれほれ、どうしたその程度か。もう終わらせるぞ。乳首だ、乳首だ、うん、大丈夫でござるか副会長殿。なんだこのボロ机は。今すぐ代わりの机を持ってくるでござる。よし、では次は誰だ、シンゴか。待ってください、僕との決着はまだついてないですよ。バカを言え、私の圧勝だったろうな。でもさっきは机が壊れてうやむやに。何度やっても同じだ、貴様は私には勝てん。その調子でござる清殿、できるだけ時間を稼ぐでござる。監視室に入れたとしても DTO に関するデータが消されていたら、それを復元しないといけないんだよな。うん、消去したように見えてもデータとしてはパソコンのハードディスク内に残っているのでござる。復元ソフトさえダウンロードできれば簡単な話でござるよ。簡単って言っても僕らじゃ知識がないから無理だよ。だな。ってことは監視室には小生が入るしかないでござる。いくら簡単とはいえそれなりの時間がかかるでござる。そのために腕相撲でなるべく副会長の気を散らしてほしいのでござる。俺たち4人でどのくらい時間稼ぎすればいいんだ。最低でも10分は欲しいでござる。10分か。1人2分ちょいってとこだね。副会長の強さを考えると厳しいよね。でもやるしかねえだろ。納得できません。もう1回やらせてください。しつこいやつだな。仕方ない、泣きの1回だ。来い。ありがとうございます。よし、ここからは時間との勝負。絶対につなぎ止めてみせる。たとえこの腕を犠牲にしようとも。清のやつすげえ気合入ってんな。俺たちの出番ないんじゃないか。やってくれそうだね。レディーゴー。おいおい、どうした。私はまだ 30% の力しか出してないぞ。これで 30% かよ。もう飽きてきたな。 40% の力でフィニッシュといくか。キヨシ君頑張って。ほらほら、まだだ、まだ耐えられる。体力がかかってるんだ。たとえ腕が折れようともまだ負けるわけには。乳首だった、消えた、また出た。消え、何なんだこの乳首め。現れては消え、消えては現れる。ああ、俺は乳首のワンダーランドに迷い込んでしまったのか。キヨシ、キヨシ、キヨシ。え、お前それ大丈夫かよ。うわ、いつの間に負けたのか俺は。ほんといつの間にだよ。一分持ってねえぞ。え、嘘だろ。やられた。乳首チラで俺を骨抜きにする作戦だったのか。ひょっとしてあのマンチラも計算づくで。いや、でも多分あれは違うだろうな。副会長はそんな計算をする人じゃないだろうし。しかし腕一本持っていかれても一分持たなかったとは。乳首恐るべし。データ復元ソフトあった、これでござる。副会長、次は僕がお相手しますよ。清のやつ成功法で戦って時間稼げるわけねえだろ。まったく見かけ倒しで終わらないでくれよシンゴ。あんま舐めてっと痛い目見ますよ。なんたって俺はかつてダイナマイトアームレスラーシンゴと呼ばれた男ですからね。あれは中二の夏だった。普段から俺のことをよく思っていないやから数名に空き地の土管の前で囲まれた俺は。どうでもいい、さっさとやるぞ。いや、まだなんでダイナマイトと呼ばれるに至ったかというくだりが。掛け声。はい、ちょ、待て。レディーゴー。あ、
おいおい、何やってんだよ、瞬殺じゃねえか。男気あふれる過去遠くで時間を稼ぐ予定が。ウォーミングアップは終わった。アンドレ来い。俺だけ仲間外れはなしです、副会長。お前はやめておいた方がいいと思うが。その言葉そっくりそのままお返ししますよ。貴様、あれだけの重労働をしていてなぜそんなにガリガリなのだ。見た目で判断しなさんなよ、副会長さん。回線が細いのでござるか。父として進まぬ。レディーゴー。どうだい、ここまで弱いと勝っても後味が悪いだろう。確かにな。やっと終わったでござる。あとはインストールをして。ようやく貴様との勝負だな、豚野郎。よろしくお願いします。あと7分。すまないアンドレ、俺たちが不甲斐ないばかりに。乳首に毛だと。あの副会長、お願いします。ああ、乳首から毛。しかも何なんだあの長さは。レディーゴー。なん、おお、すげえぞアンドレ。やっちまえ。まだダメだ、あと7分時間を稼がなきゃならないんだ。勝てるとしてもまだ決めるのは早いぞアンドレ。私としたことが深く、豚野郎の乳首毛に気を取られると。どうした、不死身体デブ。さすがに他の連中とは一味違うようだが、そんなものか。このまま終わらせてくれるわ。乳首毛が揺れた。乳首ごときが鼻息で右に左に揺れおって、こんなそよぎ方をされては。まるで砂漠の真ん中に一本だけひっそりと立つ名も知らぬ木が風にそよいでいるような幻想的な風景が浮かんでくるではないか。よし、盛り返した。いいぞアンドレ。心配させんなって。またしても毛に気を取られてしまったか。見たところ二人の実力はほぼ互角か。これならなんとか7分間、いや残り6分持たせられるかもしれない。くっそ、腕を押し込むと奴の乳首毛が見えて力が抜けてしまう。汚いぞ豚野郎。副会長の罵りと椿が。どうしたんだアンドレ。言葉攻めか。罵りでビンビンに感じてやがるのか。おお、アンドレが復活した。なんだ、アンドレが復活したというより副会長の力が抜けたような。副会長の様子がおかしい。腕を倒せば乳首毛が目に入る。どうすればいいんだ。そうか、圧倒的なスピードで勝負を決めれば、乳首毛が目に入る前に勝負を決めればいいのだ。遊びは終わりだ豚男。 100% の力を解放する。まずい、まだ負けるのは早いぞ。トルネード。あの幻想的な名も知らぬ木が突如砂漠に出現したトルネードに耐えている。耐えろ、耐えるんだ名も知らぬ木よ。いいぞアンドレ、その調子だ。よく耐えた。ヒヤヒヤさせんな。よし、なんでかわかんないけど副会長は弱ってる。その調子でガクトが戻るまで引き伸ばせ。毛を伸ばすんじゃないブタメ。復元ソフトをインストール、あと4分しかないでござる。すげえ、勝てるかもしれないぞ。よし行け、クソ豚。どうしてもどうしても乳首毛が気になる。そもそもなぜ乳首に毛が生えている。一本だけ、しかも右乳首だけ。ふざけおって豚ごときが。なんて気持ちがいいんだ。これ以上ご褒美をいただいたら、僕は僕はもう。アンドレ、アンドレ、お前大丈夫か。この豚、なんで高骨としてんだ。どうすれば、こいつなぜこんなアホ面を。白目まで向き寄って舐めているのか。目なんだ副会長が。頬を赤く染め微笑んだ。なぜこんな簡単なことに気がつかなかったんだ。私は自分で自分が恥ずかしい。なんだ、嫌な予感がする。乳首毛が嫌なら見なければいいだけのこと。頬をあからめた副会長が目を閉じた。何をする気だ。まさかアンドレからのキスを待ち受けているのか。はあ、間に合わないでござる。にゃあ、アンドレ耐えろ。まずい、まだ2分もあるのに。このまま負けたらガクトは間に合わない。どれでござる。 DTO 計画のメールはどれでござる。くたばれ。
これで私が学園ナンバーワンだ。10分持たなかった。ふん、私に勝とうなど100年早い。ん？鍵がない。ん？副会長殿、鍵はここに落ちているでござるよ。そんなところにいたのか。おいクソ豚、立て。はい、いつ。いやバレたかと思ったよ。あぶれあぶれ、ギリギリ間に合ったな。ガクト、よくやった。すげえよアンドレ。いや僕は喜んでただけで。お前最後完全に言ってただろ。ガクト、データは。データは入手できなかったでござる。復元ソフトのインストールまではできたでござるが、メールを復元する前にアンドレ殿の叫び声が聞こえたので急いで戻ってきたでござる。それってつまり俺たちの退学が決まったってことか。なんかさ、帰ってすっきりしたぜ。やるだけやったしさ。ああまあな。今になれば僕にとっては夢の日々だったな。諸星は納得していないでござる。女生徒だらけの教室で脱粉したり、坊主にしたり、カウン殿を見殺しにしたり、散々でござった。しかし臥薪嘗胆の日々を過ごすうち、諸星の人生で初めて友というものを、仲間というものを手に入れたような気がしたでござる。バカ野郎、そういうことはな、口に出さなくていいんだ。クソメガネ。俺たちの高校生活は終わった。プリズンスクール、素晴らしき尻から人生。